医学部に入学をしていろんな科があったんですけれども、実は自分は高校時代から人に興味があって、たくさんの人がいると電車の中でも、この人はどんな職業に就いているのかな、この人はどんな人なのかなということを常にこう考える、まあ、そういうのに興味がありました。そこで医学部を卒業するときに精神神経科というそういう学問に進みたいと思って選びました。実際に自分が行ったのは子どもの精神科の臨床ということに取り組む中で、実は子どもを見ていたら、実は子どもだけ見ていても分からなかったんですね。それは家族であったり養育環境であったり、そういったものが重要に感じられるようになりました。今や地域で子どもを育てていくということが言われていますけれども、現在自分が今考えているのは特に学校ですかね。義務教育課程のある小中学校が精神的な発達を促す養育や療育の場として非常に重要なのではないかと考えるようになりました。特に昨今急速な少子高齢化を迎える中で、この弘前市のような町がきちんと機能して、子どもだけではなくて老人から住みやすい地域として生き残れるようにというふうに願うようになりました。この春4月に弘前大学保健学科の方ですけれども、医学部の中に心理支援学科というのが設置されました。以前は皆さんご存知のように教育学部の方に臨床心理の先生方を育てる心理学科というのがあったんですが、平成27年に国が公認心理師という資格制度を設けましたので、それに伴って弘前大学ではこの春公認心理師の資格が取れる学科を設立したことになります。この学科では教育と臨床的な感覚を少しでも学生時代から身につけられるように講義や実習を工夫しています。今日も実は学生さんたちとともに弘前市内の弘前児童相談所というところで実習を行ってきました。心理学や精神学を一般の人にもできるだけ分かりやすく説明することを心がけています。心理支援科学科で学ぶことで、公認心理師として医療、教育、福祉、司法などさまざまな分野で働くことが可能になります。特に医療の分野では、総合病院内に公認心理師の常勤職を確保していくことが喫緊の課題かなというふうに思っています。私が高校時代に思っていたように、人、人間、特に人となり、そしてまた心の動きに興味を抱いてもらったらいいなと願っています。誰でも若い時代には異性を好きになったりします。でもうまくいくとは限りません。失恋を経験するかもしれません。そういう大切な誰かを失った時に、人の心の動きっていうのはどういうものなんでしょうか。そういったことを学生さんたちと一緒に考えながら、そして時には実習の中でそういう相談を受けながら、というふうに学生さんたちと一緒にやっていこうというふうに思っています。本当に人の心の動きや、そしてまた回復の過程、そういったところに興味が持てるといいなというふうに思っています。弘前大学は地方の大学ですけれども、総合大学です。まあ、なかなか難しいこの今の世の中にあって、自分でも本当にやりたいことっていうのがなかなか見つからないかもしれません。皆さんにも本当にやりたいことが何なのかということを、この大学の在学中に見つけていただいて、そして皆さんの時代というのは、ある学科に入ったからこうなるというのではなくて、いろんなものをキャリアアップする、なんかいろんなことを勉強して、自分がやりたいことのためには何が必要なのかということを探し求めるような時代のような気がしています。やりたいことを仕事にして生きていけるか、そんなことを考える必要がありそうな時代です。特に自分が興味の持てることに一生懸命取り組んでいける、そういう学生時代を送っていける、そのような弘前大学であればいいなというふうに思っています。